はい、こんばんは。滝村和之の WCS 講座、今週も始めたいと思います。はい、はい、こんばんは。ハイウェイチンポソイヤ BM、まあ、ビッグマジックさん、今夏休みらしくて、スタッフさん全員夏休みらしくらしいんですけど、まあ、いつも通り適当に 生放送をやっていこうと思います。はい、このデッキはですね、僕が、プロツアーで使ったデッキですね。青黒原質ゾンビ、青黒ゾンビ原質を使って、1-4して初日落ちした プールです。そう、新しいね、バナーができたよっていう、新しい顔ができたよってね、言われて、変えました。すげえ変えました。そう、渡辺裕也杯ね。渡辺裕也杯、ビッグマジックオープン。10月22日、23日ですね。また横浜か。で、やるらしいんで。ぜひね、皆さんね、来てもらえればなと思います。はい、こんばんは。そう、まあ、1-4したんですね。で、このデッキを、まあ、使った理由というか、まあ、どうしてこういうデッキになったかっていうのは、まあ、安岡翔太っていうね、まあ、プロプレイヤーと、まあ、調整してまして、まあ、青緑赤原質は、まあ、朝原さんがね、作ってね、まあ、プロツアー前にビッグマジックオープンで、まあ、トップ8に入って、まあ、それをいろいろこねくり回してて、で、まあ、どうしてもね、その中身がバレると、まあ、バンドカンパニーとかに、まあ、そんなに有利がつかなくて、まあ、結構負け越すようになって、で、どうにかね、このゾンビと、戻ってくるくんと、まあ、サンサンと、この22と、まあ、コジレックリターンと、あとタコをうまく使ったデッキは作れないかみたいな話になって、まあ、青黒ベースで作ると、まあまあ、面白い、まあ、割かしありなんじゃないかみたいな話になって、まあ、そこからどんどん調整していって、まあ、この形になって出たんですけど、まあね、相手のプレイヤーが上手いってのもあってね、なかなかね、このこっちの思うツボにはまってくれなくて、まあ、序盤耐え切られて、まあ、そのまま負けるみたいなね、っていう展開が多くて、まあ、結局1-4で、まあ、ドラフトは結構調子よくて2-1だったんですけど、まあダメでしたね。野草もね、まあ、やっぱ同じデッキ使ったんですけど、まあ、デッキ自体がそもそも弱かったねっていう形になって、ダメでした。まあ、今から、まあ、変えるとしたら、そうですね、その青黒ゾンビ、コジレックリターンとかを、まあ、サイドボードに落として、まあ、サイドボードのシークレットテクみたいな形にして やるっていう形が、まあ、良かったかなとは思いますね。まあ、なかなかね、カードが結構痩せてしまったのはね、まあ、テーガムとか入ってるんで、それも良くなかったかなと思います。サイドボードが13枚しか入ってない。タイルビュー。カードビュー。ボラの連の仮想民は試しました。まあ、サイドボードに入ってましたね。まあ、1枚しか入ってないですけど、まあ、僕はなんか2枚とか3枚とか入れてもいいんじゃないかみたいな話になったんですけどね。まあ、やっぱちょっとゴマラが重いみたいな話になって。そう、画面いっぱいにね、これね、ならないんだよね。これがね、精一杯なんですよ。申し訳ないです。ちょっと見づらいですね。すいません。まあね、今回のプロツアーはね、またそんな感じで、もう構築がね、最近弱いですね。ドラフトは、まあ、結構勝つんですけど、構築でね、どうしてもダメですね。
次はね、カラーでしょ、なんで、まあ、どうにかね、ゲラルフがありますね。ゲラルフさんが。そうですね、ケンちゃんが、赤緑紅葉で、トッペと入りましたね。赤緑紅葉、まあ、いいデッキだとは思うんですけど、まあ、やっぱその、ケンちゃんの、まあ、デッキが強かってるかは、まあ、ケンちゃんのやり込みが、まあ、すごい、やり込みが、まあ、高い、やり込みがすごかった。やり込み量が。まあ、相当環境を、まあ、理解してて、まあ、適切なサイドボーディングとか、適切なプレーが、まあ、できてたんじゃないかなと思いますね。他にもその日本勢赤緑紅葉を使ってた方が、まあ、何人かいたんですけど、やっぱね、まあ、勝ってたのはケンちゃんだけだったんで、まあ、白黒、まあ、コントロールが、まあ、優勝したりとか、まあ、いろんなデッキがね、トップ8に入ってて、まあ、デッキの強さもありつつ、まあ、その上でね、そのデッキを、まあ、使いこなせたかどうか、みたいなところもね、一つね、重要な要素だったんじゃないかなと思います。さて、まあね、そう、プロツアーのね、ダメ出しというか、まあ、反省会というか、そういうのをね、話してます。次は頑張りますよといったところでね、どうしようかな、今日は。スタン回したかったんだけどね、このデッキね、弱くてね、あんま回したくないんだよね。白黒コはね、さすがにね、まあ、予選でね、当たったんですけど、もう彼ね、持ってましたね。僕は、もう、1ターン目、墓所破り、2ターン目、起動で、4マナ2にこいつ捨てて、まあ、3ターン目、この3マナ3サ2体が出る状況を作ったんですけど、そしたらね、白無色1のね、インスタントでこのターン、月光か。出ないぜって。出ないぜって言われて、2体とも追放されて、その次のターンに枯れた草刈りで負けみたいなね。彼はね、持ってましたね。で、2本目は、取り間にして、そのまま行かれましたね。ルーカスさんで、デッキもね、強かったですね。調整されててね。かなりね、フィールド的なんで、まあ、ルカさんのフィールドだったんじゃないかなと思いますね。あとね、もう顔がね、怖すぎてね、もう軍人かみたいなね。ほんまに、威圧感すごかったっすよ。まあ、話してみるとね、すごい気さくな方で、いい方だったんで、第一印象はね、怖かったんですけど。そう、まあ、月光の打つタイミングは、まあ、こういう、その墓地から戻ってきたクリーチャーは、まあ、無視して、まあ、出させて、この3マナ3、3、縫合体。まあ、縫合体は、場に出ることが、マストなので、まあ、選ぶことができないので、まあ、縫合体を、潰しに行く形でいいと思います。まあね、こういうね、デッキもあるよということで、はい、紹介させていただきました。方向を狙った方がいいですね。どうしようかな。ドラフト、お、ちょうど2ニード。ドラフトやりますか。ドラフトをやりつつね。2ピック。2ピックしていきましょう。急に始まりましたね。こっちのウィンドウはね、結構ね、でかくできるんですよね。そう、こっちのウィンドウはでかいんですよね。はいはい。あんま強くないね。はみ出してる、確かに。
んなに強くないパックではありますね。見えるかな。そうですね、レアでいいと思います。もうこのカードね、すごい強いです。まあ、ちょっと強い、補強みたいな。あんまね、でもこういう7マナ6点火力とかはね、あんまり打てない。強くないですね。まあ、結構遅い順目で取れたら取りたいみたいな感じですね。まあ、5マナ4点は強いですけど、まあ、こっちがちっちゃい。白取っていきますか。本当はね、この5マナ3さんのね、ミッドナイトスカベンジャー、まあ、合体するくん とかね、取りたいんですけどね、まあ、さすがにこのエンチャント強いんで取っていきたいと思います。上は何でしょうね、コモン抜けですねか、フォイル？コモンかフォイル抜けですね。まあ、コモンで抜けるとしたら、7マナ3、4の原始のグリフとか、あとはショックとかですかね。まあ、何パックかね、ピックしてたらわかると思うんで、見ていきましょう。これは白やらせてもらえそうですね。結構強い。この4マナ3、4の、まあ、人間探すやつも、いいと思いますし、まあ、3マナのね、まあ、定番の平和鍋シリーズもいいと思います。まあ、こっちのね、4マナのエンチャントがね、取れてるんで、まあ、無理しなくてね、こっち、エンチャント取っていきたいと思います。4マナ3もね、欲しいんですけどね、まだね、人間ビートとか、まあ、そういうのに決まってないんで、こっちでいいと思います。まあ、4マナ3、4自体は、まあ、カードとしては、まあ、岡巨人よか、まあ、ちょっと強い。4マナ3、3よか、タフネスが1高いんで、まあ、カードとしては普通なんで、あんまり人間の数は僕は、気にしないですね。当然その人間の質が高ければ高いほど、まあ、強いカードなんで、まあ、そういうのがピックできたら、まあ、優先して取るみたいな感じですね。まだちょっと早いですね。ここはね、無理せずね、まあ、白いカードね、取っていきましょう。上は何やってんですかね。まだこの状況だと分かんないですね。詰まってるんでピックしちゃいます。これがね、早い順目だと、この5マナの白黒のエンチャントが、まあ、一周してくると思うんですけど、まあ、この順目だとちょっとね、一周しづらいんで、取っちゃいたいな。白黒ね、結構強いんですよ、この環境。この辺じゃね、重いんですけど、相当強いですね。かなり強いです。やらせてくれますね。そうですね。殴ったクリーチャーの数だけドレインですね。まあ、白黒って、まあ、決め手にかけるんで、まあ、こういうカードがあると、まあ、全員ダブルストライクみたいな感じでね。すごい強いですね。トークン戦略とも噛むんで。かなりね、僕お気に入りのカードですね、このカードは。あんまね、使ったことないとかね、まあ、そういうのあったりもすると思うんですけど、まあ、結構、ぜひね、使ってみてください。そうですね、4マナのトークンが2体出るカード欲しいですね。これは、4マナ3に取ります。ワンチャンね、赤白っていうね、ところもね、
あるかなとは思います。多分ね、赤くちょっとただ漏れてるみたいな感じも見受けられますね。下に赤やってもらった方が、まあ、楽ではありそうですね。まあ、ただね、4マナ2もそんなに強いカードではないんで、これを取っときます。お、いいっすね。話していれば。こいつがね、強いんすよ。はい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 。はい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 。まあ、テラリオンの突きとしてはね、今のピックね、テラリオンでも良かったかなと思うんですけど、わかりやすく取ってみました。ちっちゃ。すすす。やむないですね。やむない。ここはね、いや、まだ2色目は早いですね。一周でね、この2体トークン一周してくることを祈りましょう。このね、2万11もね、相当バグり散らかしてるんで、ここでね、レア取れなくてもね、このカードで全然同価値かなと思います。はいはい、難しいですね。この3マナ23のフラッシュの瞬速、ドラゴスコルのなんか、まあ、スピリット、こいつね、まあ見た目より弱いんですよね。まあただの3マナ23と思ってもらえればね、レア レアね、うん、そうだねっていうね。非常追撃はね、まあ、卓にね、そんなにいないと思うから、まあ、流してもいいかなと思いますね。ワンチャン一周しそうな。ここは、白黒の可能性も見越して4号飛行を取ります。はいはい、タッパー取ります。ピックしたカードもね、見やすくしてあげないと。あの、コモンのね、サンマナ3ニーとかね、まあ、取れるとね、あのエンチャント回収くん、オーラ回収くんですね、取れるといいんですけどね、ちょっと厳しそうだな。ちょっと厳しい。下茶とか結構パックがそもそも弱いのか、まあ、結構荒れてそうっすね。まあ、もしくはなんか白い強いレア引いてて、まあ、取ってるとかですかね。この6マナの 除去は強いんで、取っておきます。はい。お、いいっすね。下、多分白をやってますね。下2つぐらい、白やってそうな気します。マナ33。コスト3以下の、クリーチャーを墓地から回収します。チェックします。この白黒っていう形だったら、まあ、そんなにね、2マナ2以上ネズミ合体先
は意識しなくてもいいと思います。まあ、あったらあったで、わりかし働いてくれるんですけど、まあ、そんなにですね。ここはテラリアム取ります。んまパッとしないですね。テーマの動きがちょっと弱いんで、そこだけが不安ではありますが、まあ、愚直に殴りますか。むむ。むむむ。パックが弱そう、そもそも。上が7カードだから、次か。いや、これが俺のパックか。戻ってこなかったのかな。枯れてますね。犬と言いますね。青赤はね、まあまあ安定して強いんですけどね。まあ、結構その宅内でね、喧嘩し合うパターンの方が多いですね。トークン2体出せとかね 回ってこなかったんで、まあ、卓に2人ぐらいね、いそうな気しますね、白は。なんか強いレアでもね、出たんでしょうね。ちょっとまずい。回収くんは、まあ、早めにね、取られた可能性はありますね。いい人が入りそうですね。取るカードがなくてね、やばいっすね。困ったな。ゾンビ。まあ、まずいっすね。結構ね、こういうパターンもね、あるんですけどね。しょうがないですね。タッチしたいカードも特にないんで、ここはね、無難に。二三を取ります。取るカードあるんでね、まあ、贅沢言えませんね。このカードね、でもね、相当強いですよね。相打ちしたくないし、まあ殴り値も、まあ、3あって、まあ、強いし。カラス取りますね。結構ね、カラス流れてくるんだけどね。まあ、全環境も強かったし、まあ、今の環境もまあかなり強いかなと思いますね。飛行がやっぱ強いんで、まあ、簡単に殴り殺せます。困ったね。このカードね、ウルベンワールドの謎。好きすぎてね。すごいね、カットしたい 気持ちになるんですけど、まあね、まあ、ちょっとカードが足りてないんで、無難にね、303に取りたいと思います。まあ、こいつもね、まあ、高揚できればね、
ポン止まらないんじゃないかな。パワー4のファーストストライクは、この環境の5マナ圏まで、一方殺できると思うんで、結構強めですね。条件達成がね、結構厳しいんで、そこだけですね。このね、3マナの白のエンチャント、自分のクリーチャー分だけプラス1プラス1して、ファーストストライクをつけるっていう能力なんですけど、結構侮れないですね。ただ、ちょっと苦しいかな。そういうデッキではなさそうな気がしますね。2マナ券は一応足りてんのか。土地を取ります。一応タッチで 4点火力は使えますね。土地を取ればですね。いいカードがないな。一応土地取っときますね。弱すぎる。大丈夫かな。デッキ自体は、そこまで弱いデッキではないですけど、ちょっとね、尻すぼみ感すごいですね。しょうがないなぁ。全部取っとくか。土地を取ったことによってね、少しね、こういう除去プランも取れるようにはなりましたね。この馬もね、だいぶ弱くなっちゃったんだよね。前の環境だと結構その紅葉結構狙えたんで、この馬もね、活躍してくれてたんですけど。ここまでね、悪いデッキではないですけど、ちょっとね、パンチにかけるんで、もつれてもつれて、負けみたいなのはね、結構ありそうですね。ちっちゃい。3パック目のね、書店に取ったカードはね、使わない可能性ありますね。装備品で、ね、1枚ぐらいね、ガラスとか、そういったものでもよかったんですけどね、取れなかったっすね。すごいな。アーティファクト、インスタント、ソーサリー、エンチャント、一応12345、
単にね、その墓地に落とせるカードが。あともう一種類ぐらいあるとね、いいんですけどね。ちょっと厳しいかな。これいらないな。もう抜いて。相手がね、まあ、ちょっと重めのデッキ だったら、まあ、カタッチして、まあ、除去を増やす形でいきますか。あとね、後手とかね、後手とか結構こういうプランの方が、まあ、いいかなと思いますね。いや、このね、デッキのね、WCS はね、やっぱね、この単体機種からウェイして、まあ、チンポは挟まなそうですね。ウェイソイヤ、もう単体機種、バットリーで、まあ、3点。でも、ウェイソーヤで完結しますね。チンポ挟むと、ちょっと、周り的には弱い形になりますね。ウェイソーヤが多分、思考。スキップソーヤ。ここに24枚 ちょっとね、そんなバカな話したらね、あと2分しかない。一応装備品あるか。く。24枚でしょ？ここから1枚抜く。しょうがない、この辺のゴミを抜こう。24グッバイ。4マナ32のね、異物感がね、やばいですね。あんまり、この手のデッキはね、そんなに押し込まないんで、そんなに活躍はしてくれなさそうですね。まあ、後手が確定しているときは抜きましょう。これでね、いいですかね。できればね、インスタードの大おかげで、もう11のね、12か、スケルトン、墓地から戻ってくるスケルトン、とか取れたらね、まあ、このカード入れようかなと思ってたんですけどね、トークン出すカードですね。なかなかね、拾えないですね。あのカードも高くなりましたね。黒マナーがダブシーなのか。9、15。均等でいいですかね。そう、昨日かな。昨日、このアズニャンペロペロ杯の渡辺裕也氏とね、チームシードの練習をしたんですけど、皆さんもね、その京都、グランプリ京都ね、もし出るとするならば、1回はね、練習しといた方がね、いいかなと思います。結構難しいですね。環境は結構難しいので。まあ、1回とは言わずね、まあ、2、3回。もっと時間があるんであれば、まあ、さらにみたいなね。やっといた方がいいかなと思います。参考と思います。ちょっと雨出てるのかな。まあ、これぐらいはね、全然いいですよ。まあ、6マナ目、7マナ目がね、必要になってくるデッキなんで。相手のね、3ターン目をね、飛ばしに行きましょう、これで。
どうですかね。結構除去されやすいんで、なかなかね、うまく使えないかもしれないですけど。土地ばっか。でもね、メインで起動が良かったと思うんですけど。ね、これだとね、一点無駄に。なるほど。相手うますぎる。くっ。まずいですね。これでショックまで来たら相当相手うまいですね。くっ、まずい、まずい、やめろ。はい。もうちょいだけね。じゃあ、行きますか。もうちょいだぞ。まあ、殴らないわね。まあ、ちょっと弱気かな。さすがに弱気かなと思いますね。相手のカードは見たいけど、僕のカードは見せたくないですね。この手のマッチアップ、赤いマッチアップはね、あんまタフ位置とかね、もし負けの状況とかだったらね、見せなくてもいいかなと思いますね。結構そのタフ位置を、まあ、カルカード、3マナ1点火力とか、まあ、両手打ち、まあ、1点を2つに分けて 打つカードとかもあったりするので、そういうのね、サイドインされやすいんでね、あんまりね、そういうカードは見せなくてもいいかなと思います。エムラクール降りますね、エムラクール。強い。そうですね、ドラフトやってます。ちょっとスタンダードね、すみません、ちょっと。サイドボードが2枚足りなくて、デッキは弱すぎてね、すいません、回せてない状況ですね。
か消耗戦やってると普通に負けそうですね。エムラクールとか、あ、レアの4マナ33とか。でもね、相手も結構除去は強そうですね。ショック、難しいな。いや、野草はね、さすがにうまい。練習でもね、バンドカンパニー結構使ってたんですけどね、かなり使いこなしてましたね。ブーム、このままでいきますか。そういやさせてくれ。何？なんだなんだ。なんだなんだ。く。相手は赤マナなさそうですね。こっち削って、宇宙なんですけど。なんでしょうかね。まあ、ショックとか持ってないんですかね。まあ、ショックとか持ってたら、もうメインで自分に起動して仲間の探しに行くプランとかもね、あると思うんですけど、墓地に落ちましたね。それにはなかったみたいですね。いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。グラス、こっち、相手うまいっすね。そっちか、そっちかうまいな。グレーブディガー読み見えてんのかな。マジか、壊れてたな。まあ、やめないですね。まあ、定石的にはね、11の方だと思うんですけど、
ラプール、どっちのパックが入れたんでしょうね。1パック目か2パック目。どっちなんだろう。なかなかね、1パック目でね、引いたときにね、青赤っていうのはね、なかなかならないと思うんで、まあ、2パック目とかね、引いたんですかね。ゲーゲー。そんなことあるかね。めちゃくちゃ してくるじゃん。ああ。あのね、弱いパーツもね、結構入ってるんですよね。構えましたね。5万33飛行、まあ、スピリット、アーム色4の5万33俊足を持つ飛行が、まあ、スッと出てきそうな、まあ、気はしますけど、あんまね、ケアできないというかね、こいつね、まあ、打ち取られてもね、まあ、しょうがないですね。これ殴らないと、こいつだけ殴ると、まあ、9点。ライフが9になって、さあ33飛行出てきて、まあ、ちょうど9点なんで、まあ、しょうがないですね。いきまーす。まだあんのかな。さっき墓地に、そのさっきの試合でデルバーから墓地に落ちたスペルがカウンターだったんですよね。どっちがいいかな。あんま変わらないか。さっきこっち出しますね。はい、一応こっちの方が、まあ、死んだ時にブロッカー出せるんで、こっちを通るように出しました。何 何でも持っとるやん、何でも持っとるやん。これどかされば結構ワンチャンスありますよ。どかされば、まあ、相手ももうないでしょう。あんのか。さすがに 面白すぎ。しかもドローが土地。はい。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。いやね、まだね、チャンスありますよ、これ。エムラーでしょ。プロテクションインスタンですからね。僕のデッキにはまだありますから。ありますから。引いてくれ。来い。く。
何かを警戒して3、4番に投げつけましたね。なかったっけ？ 5 点？ 5 点ゲイン？あれ1マナインスタンでしたっけ？でもね、手札ね、見られてるんでね、あんまり怪しいのないと思うんだけどね。沼沼ってのは知ってるでしょっていう話ですね。くー。困ったなぁ。これで放送終わりってわけにもね、いかないんでね、しょうがない。やりますか。なんか、ないっすかね、面白いの。オリジンドラフトとか。さすがに。スタンやってみます。スタンやります。しょうがない。回すときは来てしまったか。適当に突っ込みますか、サイドボール。適当に。このエムラクールでもね、サイドボールに入れていきましょう。なんだっけな、あ、カリタスだ。カリタス。カリタスね、でも、MO で1枚しか持ってないですよね。じゃあ、解放の機能もありますか。お。リーグ入るのも尺だな。この時5回も回したくないんだよな。しょうがない。カリタスは見るんじゃないですか？白黒コンとかにも入ってますし、わりかし僕は見る寄りですね。でもね、そのバントカンパニーとかね、がたくさん、周りのプレイしてる人がバントカンパニーばっかだと、まあそういうの見ないかもしれないですね。そうですね、2個でやらせてください。ニューデックが気になるな。ニューデックなんだ ?65。これがそうか。ニューデック同じデッキでしたね。モダン回してもいいですね。モダンもね、モダンは、カード借りたのでありますよ。この間、MOCS。で使ったデッキですね。来ました、来ました。これもまた後でちょっと紹介します。はい、お願いします。割り勘します。全く関係ないですけど、今その、ほぼ全裸で杏仁豆腐を食べてるんですよ。まあ、それが結構、このね、流れを悪くしてるかもしれないですね。よくないな。皆さんもね、そういうのね、注意した方がいいですね。流れってありますから。さすがにね、人ですから、人として、まあ、全裸はちょっとまずいかなと思ってるんで、まあ、ほぼ全裸で。くっ、なんだこれは。くっ、やらざるを得ない。しかも先手、助けてくれ。
やる。でもこれでね、多分ショックで、ショック系のね、ダメージカードね、しばかれるんですけど、これで4マナ3、1の、まあ、ゾンビ、墓地から戻ってくるゾンビが来れば、まあ、完璧ではあるんですけどね。はい、しばかれました。まあ、分かってたな。くっ。おそらく、この間、リミニかな ?GP リミニ?昨日?優勝したデッキかな?あれ入ってないのかな?バイオリンパルスとか。まあ、とりあえずね、どんな形のデッキなのかね、見てみますか。相手は止まってる。大体ね、もう負けなんで、まあ、投了するんですけど、まあ、2色を目を見せずに投了するんですけど、まあ、大体デッキもバレてるんで、目があるときはね、まあ、続けた方がいいと思いますね。ですと、痩せてるカードを抜いて、何しようかな。先手取ります。まあまあすかね。いきまーす。カードはね、墓地破り?このカードは結構やりますね。なんか中隊とかね、落ちたら、これ系のそのゾンビは、結構強そうな気がします。次の環境がね、結構楽しみですね。今の環境、なんかアブザーアグロとか、まあ、包囲祭とか、やってた、その時にやってた、始めたとか、その時にやってた人からすると、あんまり、面白くないんじゃないかなとは思いますね。難しい。なんかインスタントタイミングで、まあ、飛び出てくるカード、まあ、ちょっとふざけたカードが多くて、あんまりね、分かりづらい環境なのかなぁと思いますね。本当に、バグ使ってた時よかったし。
ドレッジの会員にも言いましたけど、まあ、このゾンビ、このゾンビは、そのターンのエンドフェーズに出てくるんで、まあ、エンドに、そのターンに出したいときは、エンドに起動しないで、相手の第2名フェーズに起動するように、起動というか、まあ、まあ、出せるようにした方が。あ、間違えた。そんな話したら間違えたよ。違うよ。違うよ。こいつだよ、捨てんの。すっげえ。ミスター、アホやん。いいや。しょうがない。方向体を捨てるんじゃなくて、こいつね、現世のリンカリングソウルを捨てましょう。もう、こんなんじゃ勝てるわけないでしょ。さすがに怒り。ゲースも反転しないですな、これ。しょうがない。今やってもしょうがないか。どうする。これね、捨てなきゃいけなくなっちゃうのか。一応大丈夫か。はい。はい、サインの時はフェッチがちょっと微妙だったか。確かにチランドはあんまりねいいカードじゃなかったですね。再録して嬉しいぞいっていうのはねあったと思うんですけど、まあ、試合時間が長くなるからちょっとね、まあ、僕もあんまり好きじゃなかったですね。相手何も持ってなさそうなんですよね。どうしようかな。ハンデスク出しても相手何も持ってないワルタみたいななりそうですね。どうしようかな。チェイス反転して一発ぶち込むのがそうな気がするか。
今日結構偏りますね。プレイヤー、ああ、ジェイス。嫌ってますね、ジェイス。なんだなんだ。あ、こいつですか。ハンデス君は 3枚ですよ。そうですね、僕もゾンビ焼かれると思ったんですけど。なんかあるんですかね。わからんな。3番でしょ。5出して叩くっていう手もあるんですけどね。難しいですね。タコで寝かしてもね、1点だけ足んないんですよね。ここで。まあ、2点通って盤面の黒が7で5を足してもまあ12で相手1残るんですよね。どうしようかな。 難しいですね。まあ、このカードがスペルで、突破もスペルだと、まあ、変身してぶったたかれるんで、それもちょっと嫌ですね。こいつホラーだっけな。違う。こいつホラー。違う。くっ。ただのゾンビ。1にするか。しょうがないか。くっ。4も5も変わらないか。あ、しかも、あ、くっ。まあ、いいでしょう。許してやろう、アップキープぐらい。ジェイスの忠誠度も許してやろう。ターゲット誰？すごい怖いな。3点足んないのか、1点じゃないか。3点足んないのかな。雪村和之あればね、もうやらないでしょうね、きっとね。おそらく。あんま、マジックさん、そういうことやんないですよね。これで10点。
絶対これカードじゃないと思うんだけどな。カードだったらさすがに打つよな。何なんだろう。バウンスされたらこれとこれ捨てて、これ戻せば3点は届きそうですね。こいつホラーだってしないの？あ、違う。出てきましたね。パリント。相手もね、これだと。この1枚次第かな。現実はね、入れすぎるのもね、良くないですね。よくね、ああいう手札になります。後手か。入れたいカードがないですね。結構ああいうカードを 除去られると困ったりするんですかね。除去増やしてみますか。スイミスとかにね、03並んだところで、0304が並んだところで、スイミスとかもね、もしかしたら効くかもしれないですね。いや、やめとこう。こじれクリターンがある。ヒルカードがない。く。グリフに戻ってきてしまった。お守りにリリアナでも入れますか。意味がないな。木もね、嫌いじゃないですけどね、さすがにお守りとしてサイドボードに残していきましょう。はい、キープします。木はね、カリタスが足りないんで、お守りで1枚入れました。サイドボードが足りなくて、すいません。
今期はね、プロポイントが、まあ、ちょうど50点で、終了しまして、まあ、来期はね、まあ、33点を目指そうかなと思ってます。100点はね、取りすぎ。100点はね、他のプロがね、息しないぐらい。何？守ってきますね。そうか。これね、変身してもね、青いクリーチャーだからね、普通にアルティメットプライスでしばけるけど大丈夫かな。ちょっと覗いてみますか。どれどれ。見してみ。この34君がね、頑張るデッキですよと。はい。123。ペンパー抜くと、終わりましたね。3点火力、丸ごとも3点火力なんですけど、こっちを抜きますが、あ、エンドにぶち込まれて、3ドローされますね。はい、このカードもね、強いですよね。裏目は、まあ、2マナ3点火力で、まあ、追放されるところですかね。まあ、それ食らうとちょっと機能不全になって負けが見えますね。まあ、殴ってきてくれたら まあ2-2でキャッチして、まあ、ホジレックリターンを捨てれるんで、まあ、つなげていきたい感じです。逆に嬉しい。もう1匹目のね、この3、4引かれるとちょっときついんですけど、それ以外だったら、落ちそうな気がしますね。メインで起動ありますね。で起動して、自分のエンドに起動して、まあ、3-3を相手のエンド部隊に出すのがいいか。スタックで、あれで、おかしい。しまった。
やりたいことがやれなかったですね。MO ね。MO はね、こういうのをね、MO のせいにできちゃうのがいけないですよね。くそー、無駄に2点食らった。そう、MO のせいじゃないんだけど、MO のせいにできちゃうんですよね。それがね、MO のね、弱点ですよ。半裸でね、語らせていただきますけどね、それが MO の弱点なんですよ。どの国しますか？この03ですか？この03は かなりダメージ取っていきますよね。環境的にもね、まあ、そこまで、まあ、一部の除去痕くらいしかもこいつね、なかなかうまく除けれないんで、まあ、結構ダメージ。 あ、これ、テクナ、これ。これはね、先手の時はね、かなり強いですね。まあ、後手の時はね、弱いんで、まあ、全部抜いたりとか、まあ、減らしたりするんですけど、なかなか、わりかし、やるやつですよ。まあ、プロツアーの、その青黒ゾンビ、使ってた人、アグロゾンビ使ってた人の中でも、まあ、これ入れてる人はいましたね。2マナ1、1で、潜伏を持ってて、ダメージ、戦闘ダメージをプレイヤーに与えたら、ルーターしてよくて、で、まあ、何かしらの効果で クリーチャーを墓地に、手札から墓地に置いたときに2マナ払ってよくて、その2マナ払ったら3、2が出るよっていうクリーチャーですね。このままこれ、この03。他のスペルにね、こんがりきそうですね。とクロックが間に合わなそうです。2枚展開して、集団的蛮行もね、まあ、結構渋いカードですよね。大体のでも2マナ圏、まあ、2、3以外はしばきながら、まあ、手札捨てれるんで、土地はね23枚なんで、まあ、結構、でもこれのドローもあるからね、引きすぎてるってわけではないかな。普通ぐらいですか？2、4、6、やとの2、4、5、6、7。10対7なんで、まあ、1枚ぐらい引きすぎてる感ぐらいですかね。
今回はね、現実引かなかったですね。現実引けてれば、まあ、少し違いそうだけど。これで5点分か。4点火力があれば、まあ、その時点でこれと合わせて負けですね。的にね、4、5、8、11点しかないんで、とりあえず殴ってみますか。はい、負けました。2個目、このフリーポイント、2個ポイントって言った感じですよね。5ポイントね、勝った人にあげたい。まあ、こんな感じですね。こんな感じのデッキを使って普通に負けましたね、プロツアーは。ちょっとね、噛み合えば、まあ、強いんですけど、まあ、噛み合わなかった時の 弱さが目立ちすぎて、まあ、それでダメでしたね。まあ、最後はね、カルカノに普通に負けました。村多かったですね。まあ、対処されたらダメっていうパターンが多くて、まあ、1マナ1日の、まあ、墓所破りと、まあ、ジェイス、あの辺を対処されると、まあ、結構ね、スピードが下がっちゃって、全然ダメってのが多くて。この辺がね、弱点でしたね。まあ、特にね、プロツアーは、バントカンパニーが、まあ、意識されてて、クリーチャーデッキっていうのがかなり意識されてたんで、まあ、ああいう、まあ、11とか、まあ、02とかは、まあ、生き残りづらい、まあ、環境ではあったんで、まあ、特にね、まあ、そういったところも悪かったなとは思います。カンパニー相手は、ビフリかなと思いますね。まあ、そんなに有利じゃないですね。相手がそのデッキを分かってないっていう上で、まあ、五分ぐらいで戦えるかなっていう。まあ、先手取れば、まあまあ勝ってたんで。今、プロツアー出るんだったら、難しいですね。バントカンパニー練習してもいいかなとは思いますし、現実系の、まあ、ティムール現実とかを、まあ、練習してもいいかなとは思いますね。まあ、なんか好きなデッキ1個、まあ、練習するかなと思います。そう、これ、モダン、MOCS で使ったデッキですね。すみません、ちょっとね、拡大ができなくてね、小さいんですけど。見えるかな？
若干変わってるところは、昔からがこいつなんとか図の、4枚から1枚にして、そこで空いた枠を、燃焼4枚目と、苦しめる声を取りました。結構ね、使いやすいですね、苦しめる声は。特にね、1回目、こういったカードで 白付けを捨てて、二の矢で、止めに行くボスとかをやる動きが、かなりね、スピードが上がる動きになるんで、今まではね、こっちどっちか1枚しか打てなくて、3ターン目のフラッシュバックを待つみたいな形だったんですけど、2ターン目でもね、しっかり、アクションできるような形、クロックを追加できるような形で、そういう動きがしたいので、苦しめの声を取ってます。燃焼4枚目はね、やっぱこのカードで勝つことが多くて、3枚よりも4枚。ちょっと尖ってますけどね、入れてます。あとはライトニングアクスを1枚取ってますね。あんまりね、相手がクリーチャーデッキじゃなかった時にね、打てなかったりするんで、最初は2枚取ってたんですけど、それを今1枚にしてます。サイドボードは、みんな大好き黒力戦、これ4枚今取ってます。MOCS はね、途中まではね、結構調子が良くて、3-0までは行ったんですけど、4戦目で、同型に当たって、お互いこれを入れる形になって、僕が引けずに負けました。ドレッジね、結構モダン環境増えてきて、同型対策として黒歴戦取るのは悪くはないかなとは思います。もうね、勝ったら勝ちなんで、わかりやすいですね。中途半端に、今までは墓地対策を2枚ぐらい取ってたんですけど、その2枚の枠を中途半端に取るよりかは、こういう尖ったカードで、4枚しっかり取った方が、勝率も上がったので、こっちにしてますね。お互い、力戦張ったら、あんま除去がないんで、普通に、この1-1とか、1-2、鳴子名馬とかが、もう縦横無尽に走り回る感じですね。手札の、本当にもう、こういう土地ですね。ダメージを受けない土地を持ってたやつが、方が勝つかもしれないですね。燃焼数値はね、ロームも打てなくなるんで、燃焼数値は、1点がね、関の山でしょうね。あとはこの3-3すだしが多分一番強いと思いますね。だから青マナを先に一番最初に引っ張ってきて、鳴子名馬、3-3すだし、1-2デスタッチみたいな形で、動いていくのが、ベストムーブかなと。結構ね、面白い場合になるでしょうね。力戦 お互い力戦 力戦が一枚消えた く違う違う。モダンも回してみますか。じゃあこれも行こう。バンお互い力戦はね、懐かしいですね。ありましたね。角舞くん、てるてる。てるてるがやってましたね。おととしの神戸ですか？
ちょうどモダンの2個が対戦相手がいましたので、はい、やってきます。ほい。いいですね。かなりいいハンドですね。ライブラリアウトかー、渋い。このマッチアップね、初めてやるんですけど、どうなるんですかね。ね、実はやばいんじゃないかなとは思うんですけど、どうなんだろう。まあ、助けてるわけですからね。こっちはね、わからん。わからんっす、これ。どうなるんでしょいいでしょう。お、ラッキー。ダメージは受けて良さそうですね。全部捨てるか。相性どうなんでしょうかね、これ。全く分からん。掘りすぎるとね、そうですね、よくなさそうですけど、何？勝った？投了されましたね。ってことは、ドレッジの方が有利なんですかね。どうなんでしょうね。相手も分かんねえってなったんでしょうね。どっちの方が早く削れるんだみたいな。何入ってるんですかね。罠橋とか入ってるんですか。なんか、クリーチャー対策は何が入ってるんだろう。青黒2色だと特に入ってないんですかね。
もう一回やってみますか。マリガンします。しょうがないですね。キープします。緑マナの土地が欲しいですね。オレンジランド欲しいですね。む、うるさか。トロンですね。むむむ、どうしようかな。先に緑マナーの確保が。これね、多分3ターン目揃うんですよね。苦しそうだな。特にね、トロンは、メインからね、大祖師の遺産、が入ってるんで、揃いましたね。3ターン目揃ってますね。結構ね、そんなにね、得意な相手ではないですね。でもウェイチップソイラでね、だいぶ気持ちいいでしょうね。あ、土地2枚引けたんで、まあ、カーンでね、1個潰されてもね、どうにかはなりそうです。どうしようかな。インプが落ちてんだね。緑じゃないですか？普通のトロンだと思います。オートロンだとね、多分島とか置いてきてもおかしくはないんで、まずはバウンスとカウンターからだなみたいな感じになると思うんで。この辺でね、クロック作りたいですね。まずい。2点クロックして勝てない。構ね、トロン、MO をやってるとトロンは当たりますね。何？普通のトロンじゃないのか、これは。弱いぞ相手。次9マ出すか。なんかどでかいの来るんですかね、エルドラージ。まずい、まずい、本当にまずい。なぜだ。次裏モグくらいはね、来そうな流れはね、感じますね。まずいなあ。あとね、忘却石とかね、そういうのもね、普通に、それ出してもおかしくないな。
アウトローンじゃないですか。これは失敬。アウトローンだったら、まだいけるかもしれないですね。次、白銀天使とか出てきたとしても。あらあら、これは失敬。島ないのかな。こういう絵もあるんですね。そうですね、サースト、高能力、知識の渇望ですね。ミラリン版はなんかおっさんが、薬瓶飲んでるみたいな、絵柄なんですけど。なんでしょうね。何の絵柄だろう。アムコか。はい。しょうがないです。ライフリンクまずいっすね。ペイツライブ。まずいっすよ。まずいっすよ、これ。このターン6点与えられないですからね。ローム引っ張ってきてもダメですね。受けるしかないのか、その6点。くっ。これね、どうせカウンターされる。カウンターされる。ほい。お、カウンターされなかった。まあ、殴らせれば、まあ、次こいつらが7点入るんで、そっちの方がいいか。一体バウンスとかありそうだな。ディールで撤廃で一体バウンス。これだと、ワームコイン倒せますね。全部使っちゃうと、絶対殴ってくるからな、次。6点、7点、9点、6点で相手が21。とりあえず、はい、これは2点与えて。別にドレッジマスターではないですね。ドレッジが好きなおじさんです。ドレッジこすりにき、成功体験こすりにきでございます。むずすぎるね。
相手のライフを、まあ、ここで6点当てて7にして、まあ、殴ってこなければ、まあ、次のターン、むずすぎバロス、ライフレース壊れすぎだろう。ライフレース壊れすぎ。何がいいんだろう。溜め込んで、カウンターなさそうな。あったら、一回構えてもいいもんね。連勝とかね、一回構えてもいいもんね。次に溜める？ロームから。ライフリング、壊れすぎだよね、これ66。ええ加減にしろっつってね。シンファレアだからって何してもいい。ええー。これね、殺したら33ライフリングも出てくるんですよ。クソ壊れてんすよ。これ、どうしよう。送ってみるか。パスすると見せかけて。そう、一応、バーンされたんで、一応焼けるんですよね。ただね、そのアンカー焼いて、勝てるのかっていう話なんですよね。まあ、でも時間もないからね。やるか。むしろ、プレイヤーに6点当てて、ロングコーン殴らせる。で、13。3456789。何もなければ1まで追い込める。強化付きがヒットすれば勝つか。相手が何もない前提。それでいこう。何もない。このね、2マナね、負けちゃうと。その時点でもう勝てなそう。小学生プランでいきます。冷凍機か。食らったら負けます。くっ、やめろ、冷凍機はやめろ。8マナだから大丈夫でしょう。ワーム、これ金の天使、タイタン、タイタン、はい。土地3つ割られますね。土地3つ割られるのやばいっすね。123456789マナ。この1個の土地を山にしてればね、こすれずでした。さて、といってもね、サイドボードね、特にないんですよね。思考囲いも抜いちゃったんで、本当にない。ネイチャーズクレームはね、ちょっと入れないかな。ネイチャーズクレームまで入れちゃうと、4点。ネイチャーズクレームは本当に、こっちですね。力戦用ですね。
激戦も張ってくるぜみたいなデッキには入れます。4点上げちゃうとね、まあ、結構タイトな、クロックなんで、まあ、そんなにね、早いデッキでもないんで、その4点で一旦伸びてそれで負けるみたいなのもあるんですよね。しょうがないな、減らすか。サイドに黒力戦入れてないドレッチニキは、まあ、結構今だといるんじゃないですか。まだもうちょっとしたらね、多分ねそれがね普通になって来るかもなっていう感じですね。まずいですねこれ。どうしようかな。やりたいハンドではあるんですけど、ダークムーアが引けるかどうか、まあ墓地に落とせるかどうかですね。やりましょう。これ小さい、ちょっと貼っていきますか。すいません。やっぱね、その放送してる身としてはね、もう部屋で基本独り言を喋ってるわけですね。もうおじさんがね独り言をもう PC に向かいながらね独り言ね喋る、結構きついんですよ。なんでなかなかね声もねトーンダウンしていくんですけど、マイクもそんな低いかな。僕のね声がね小さいだけだと思いますね。いや別にセバちゃんに対してとかではないですね。セバちゃんむしろ若いですからね。セバちゃんは2個下かな、もうちょい下か、28とか29でしょセバちゃんって。もしくは27とかでしょ、若いですからね。まあそれぐらいの年だったらねやっぱね全然いいかなと思いますね。A さんとかもね、かなり若いから、ね。そい。相手のね、アクションを見て、何してるか決めましょう。阻止の遺産とかだったら、普通にこいつが殴るプランとかでもね、いいかなと思いますね。はい、マップ。じゃあこれはもうスピード勝負ですね。まあね、もうね、若くないっすよ。ないっすよ。視聴者のね方々の方がねもうビンビンでしょ。すメモの墓地がねまた見づらいんだ。くー落ちないか。ここは攻めます、攻めます。ほい。X0 で。OK。下準備を。あ、このターンですね。次のターン。次のターン。通常ドローするか。まあ、ナルコメーバーですね。ナルコメーバー狙って、ゴルガリグレープトロールを発掘するかですね。そうですね。まあ、アンタップはしますね。当然アンタップはしますけどね。
中学生の時とかやっぱ思い出すとね、アンタップの角度がやっぱ違いますよね。もう何を話してんだって話なんですけど。さてさて、あ、鳴子名馬来るか。鳴子名馬の鼓動を感じろ。中学生はやっぱね、そうなんだ、親指なんだよね。鳴子名馬の鼓動を感じろ。頼む。カモン、鳴子名馬。ほい。来た。よしよしよし。しかも最後。いいぞ。親指いいぞ。保護体はね、もう2枚落ちてるんで、一応これで7点クロック。これがもうね、なんか追放されたらもう知らんっす。ただでさえ事故ってるんでね。ダークムーアもね、一緒に落ちてくれればね、楽だったんですけど、土地がライブラリに14枚、15枚か、13枚か、13枚あるんで、36分の13。今、通常ドローしても、まあ、いいっちゃいいですね。こうやって考えてますね。これで一応まあ7点クロックあるんで、相手がね、まあトロンが揃うのが次の次のターンなんで、確実に揃う。なんで出てくるんだろうな、8マルか。一応グラッチも落ちてるんで、ワムコとかは、ウギンはまあ、ありえそうっすね。ウギンはありえる。あれ、入ってんのかな、オートロンに。入ってるか、さすがに。さあ、このね、鼓動を感じなきゃ。ロームしかね、引っ張れないんで、ここはね、通常ドロー。来い！そっち、そい、くっ。やむなし。相手もね、これ探るしかないんで。何を考えてんだ。モダンの GP が杭州かな？にあるんですけど、来週ですね。もし行かれる方はね、ドレッジとかね、一回、もし触ってないんであれば、触ってみるのもいいと思います。MOCS でも結構買ってくる。なかなかね、骨太というか、倒しづらい相手ではありますね。まあ、しっかり対策カードを取らないと止めづらい相手なんで。そうですね、はい、モダンはすごい速いですね。先手の勝率とか結構出すと、もうね、ダイス振るのがね、怖くなるような環境ではありますね。SCZ とかね、この
ドレッジ相手に強いんで、まあ、結構そのモダンがやり込まれてる環境で、まあ、大会に出るとするならば SGZ とかいいですね。わあ来た、来よった。これはね、おおむね負けですね。なんかあるかな。次土地引いて燃焼7点って言って、氷結機がガガッといく感じですかね。まだ勝ち目ある。トロンはね、まあ、わりかしいいデッキだなと思いますけどね。消えた。ここね、土地引けばワンチャンあるよ。すごいデッキですよね、本当に。土地2枚目来いとか言ってるね。いいデッキだ。す。お、あるあるある。あるよ。あるよ。ありますよ、これ。出てくるじゃん。ありますよ。まだあるでしょうね。で、2、4、5、7点入れると6で4になる？さすがに親指でしょ、これは。イエス。点で6、4、これはプレイヤーかな？かこいつか。相手が何構えてくるかですね。何構えてくるかで変わりそうだな。何にせよでも呪文は唱えるのは結構厳しそうですね。行きますか。トンピングボイスとか残す意味あるかな。ないか。全部行きましょう。ガガガガガガ。7点。マイナス2ではなく、このアクション次第ですね。ここで、まあ、タイタンとかできたらもうおつみつみなんですけどね。反動途中もなくなったみたいなね。何？構えてきた。構えてきよるか。そうか。カウンターですね。まあ、リピールその鉄板とカウンターの両面はまあまあありますね。これはね、引くでしょう。来い、頼む。来い、鼓動を感じろ。そい。引けるか？一応ね、フェイスレスルーティングもあるんでね。もうできるから。さて。面白いじゃん、マジックザギャザリング。
おもろいやんけ。はい、そういや。そういや。先に殴るかどうかな。先に殴るか、選択肢を狭ませるか。はいはい、探しに行く。はい。あるの？リピール。抜いてんじゃないの？あるの？ったか、やったか。はい。そうっすね。まあ、ウギンマイナスでね、的確に行った方がね、良かったと思いますね。まあ、ローム打ってくるじゃろみたいなね、感じだったかもしれないですね。ゴールしましたね。さてさて。はい、もう一戦いきますか。はい。そうだそうだ。今週の土日に、広島、ジョニーの店？ジョニーのお店さんで、そのマジック、公式のね、マジックチャレンジイベントに行きますのでね、もしね、広島が近いとかね、広島に住んでる方がね、いましたらね、ぜひぜひ遊びに来てもらえればなと思います。これはキープします。なんだっけな。そう。コンスピらしい。通貨。の、宣伝イベントも兼ねてるらしくて、1日目に、リミテッドをやって、まあ、それの、まあ、勝った人、上位数名が、その次の2日目、で、コンスピラシー遊べるよっていう、イベントですね。全員にやらせてやれよとね、僕はね、思うんですけどね。まあ、なかなかね、そうもいかないみたいで。なんかね、いろいろね、小物とかね、誰でしたっけ、マルチェスさんでしたっけ、グリクリスからの贈り物とかね、届いててね、ツイッター上とかでね、結構、早速、手の込んだね、ことやってますね。ローンか。そうっすね、なんか、レガシーで、例えばコンスピラシー使えますからね。何かしらね、どっかのデッキは強化されそうですけどね。そういった意味ではね、結構楽しみですね。レガシーといえば GP 千葉。GP 千葉。GP 千葉の話はやめましょうか。みんな切なくなりますからね。はいはい。これはどうしようかな。終わるか。嫌がらせするか。そい。
待てよ。僕も登録しましたよ。泣きながら登録しました。しょうがないよね、プロポイント欲しいもん。いや、プラチナとか関係ないですね。まあ、そのスポンサーとしているところが、会社さんが払ってくれるところもあるとは思うんですけど、プラチナだからってタダになるとかはないですね。冷静にきついよね。冷静に1万2000はきついよ。きついよ。冷静に1万2000はきついに、さすがに。あ、まだね、僕ら、プロ勢はね、本当にその、プロポイントを取りに行くとか、で目標がやっぱありますから、まだね、その1万2000円に価値を求められますけどね。お祭り気分で今までグランプリに参加してる方はちょっと厳しいですよね。なかなかね、1万2000円って、ボトルのノーム渋すぎ、渋すぎ。社会人の方はその1万2000円、まあ全然出せるとは思うんですよ、思いますよ。失礼、もうやめましょう、この話は。やめ、ウルトラマンのあのあれです、もうこの話はやめってやつですね。やめましょう。そう、広島の楽しい話題でしょ。広島のそのチャレンジイベントにはね、なんかね、女性のがコスプレするみたいですよ。それだけ情報は、それだけもらってます。全くもらってないんですけど、とりあえず来いみたいな感じなんですけど、そういう情報だけいただいてますね。1,2,3 まないでしょ。相手結構事故ってるんじゃない、これ。力が特にないから先に行くか。これ、こいつ3マナ13ですか。3マナ13はボトルのノームといって、サクリファイスすると3点ゲインするよっていうやつですね。喋ってたので真っ赤になってましたね、タイマーが。そう、 MTG のコスプレ、公式のコスプレですね。そのコンスピラシーのキャラのコスプレです。カメラの持ち込みあんまりでも持ち込んでもいいと思うんですけど、あんまそのね、低姿勢すごい下から撮ったりとかダメですよ。結構ね、悪い人いますからね。すごい下から撮る人いますからね。に変化はどうでしょうね。3マナの、
エルドリッチレボリューション？異界の進化？は、なんかどっかの大会で使われてたような気がしますね。イニストラート大影の方が、まあ、いろいろ変化あったんじゃないかなと思います。あとはその、2マナ、黒緑の、剥ぎ取り？ 2 マナ22の彼とかは、使われてたりしますね。この間の BMO で、川崎さん、ジャンドおじさんが使ってましたね。カウンターとかがダブついてるんですかね。それを見てみましょう。おおむねカウンターされそうです。ヒゲ読みで何もしないはあったかもしれないですね。どうだろうね。相手もね、特にそれ以上は やってこなそうなんで。裏目は、知識の渇望で、あ、勝ちましたね。はい、そんな感じで。モダンはこんな感じです。あんまね、対応するデッキ、こういうね、その対応しづらいデッキがね、結構流行ってるんで、対応するデッキは、まあ、ちょっと苦しいかなって感じですね。まあ、ジャンドとかはね、まあ、半デスしながら、まあ、クロックが早いんで、まあ、結構安定して、まあ、6割ぐらいは勝てそうですけど、まあ、こういったデッキもね、モダン環境下においては、まあ、結構いいと思いますので、ね、まあ、興味のある方は、回してみてください。11時半。的にはこんなところですかね。ドラフトがね、瞬殺されちゃったのがね、ちょっと悲しかったな。もうちょいやりたかったな、ドラフト。もうワンドラフトね、やり始めたらね、2時ぐらいになっちゃうと思うんで、まあ、結構ね、まあ、リアルでも結構時間かかりますけど、MO でもね、結構時間かかるんですよ。特にピックがね、リアルよりかは時間かかるイメージありますね。だいたいね、1人が時間いっぱいまで使って、その時間でピックしていくみたいなことをやる方がいるんで。そうだ、再来週か。もう世界選手権が始まるんですけど、29日から行って、その 翌月の9月の5日までね、拘束されるんですよね。まあ、試合するのは本当に3日間だけなんですけど、まあ、結構長い間拘束されるんで、ちょっと不安ですね。あと、世界選手権のフォーマットって、もう告知されてんのかな？ドラフトがね、エタマスとかじゃなくて、2ヶ月。今のドラフトを2回やります。で、それとスタンダードとモダン。5回戦ずつ。3の5の3の5ですね。まあ、モダンはね、
まあ、ドレッジとかね、まあ、使い慣れているところを持っていこうかなと思ってます。スタンダードはね、またこれからね、まあ、ちょっといろんなデッキ回してみて調整するんですけど、なんかね、前みたいにそのキューブドラフトとかモダマスドラフトとか見てる側からすると、まあ、ちょっと味気ないかもしれないですね。非対決ドラフトだと。まあ、そうですね。EMN2 つと、SOI、SOI1 つの 今のドラフトですね。そうですね。タマスドラフトとかね、それに入るんじゃないかなと思って、しこたまやってたんですけど、なんか普通のドラフトになっちゃいましたね。なんか、あったのかな？キューブドラフトとか、問題でもあったんですかね。ね、コンスピとかでもいいですよね。ちょっと面白そうですけどね。そんなわけで、まあ、世界選手権は適度に頑張っていきたいなと思います。あとね、世界選手権でそのもらえるプロポイントもね、ちょっと変わったんですよね。なんだっけな、今まではその1回勝てば1ポイントで、最大で、まあ、16ポイントと、まあ、トップ4分のポイントだったんですけど、次、まあ、それだとそのプロポイントは上げすぎだろみたいな話が出たらしくて、4勝以上かな、3勝を超えてからポイントが入るようになったのかな。なんで、まあ、目標は4勝ですね。1ポイントは持って帰りたいですね。かのね、レイドデューク氏もね、世界選手権で2の10とかね、まあ、そういう成績をね、彼ぐらいのプレイヤーでも、まあ、そういう成績にもなったりするんで、まあ、やっぱね、強豪しか集まらないんでね、なるべく油断せず、一勝一勝ね、頑張っていこうかなと思います。はい、てなわけで、もらいすぎ。まあね、僕からしたらね、やっぱ、こういう、その、プロスターとか出てる身からすると、まあ、それぐらい上げてもいいんじゃないかなと思いますけどね、やっぱ、出れない、世界選手権、その、本当に、まぐれヒットがない限り、なかなか出れないんで。まあ、そういう人たちは、まあ、ちょっと得してもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。はい。じゃ、そんなわけで、今週はこれでね、終わりにしたいと思います。来週は22日か。来週はね、またなんか、世界選手権1週間前だからな。まあ、練習してるスタンとか、まあ、ドラフトをまたやりたいなと思います。またね、そのマジックチャレンジイベントの後なんでね、その辺の話もね、まあ、角内さんとかね、金子さんとかね、その辺の話もできたらなと思います。